こんばんは、下平です。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。なんかそれに関連する質問がありますけど、どうしますか、うん、はい、どうぞ。今、うん、行ってみますか。16歳の男の子からです。高校生の、うん、お父さんが読書や、音楽が好きで、日本のもの、海外のもの問わず幅広く触れているようです。うん、あ、いいお父さんだ。うん、特に海外のものは僕に勧めてきますが、うん、学校の友達と話が合わなくなるのが嫌で、なるべくスルーをしています。うん、そうすると父は、お前な、日本のものばかり吸収すると思考が偏ってアホになるぞと言ってきます。あ、その通りですよ。うん、要はバランスよく取り入れろということなのだと思うのですが、うん、僕はどちらかというと本ならラノベや携帯小説、うん、はいはい、音楽なら星野源やミスチルが好きです。あ、なるほどね。父はセンスが良く、母もそんな父が大好きなようです。石田イラさんの配信動画を見ると、うん、なんとなく父の思考がイラさんよりなと勝手に思っているのですが、文化的な趣味を続けていく上で、うん、日本の外にも目を向けていくのは大事なことなのでしょうか。またクリエイティブな仕事に就く場合はなおさらなんですかっていう質問で、あのね、もうね、あのみんながその大好きな星野源もミスチルも海外のポップス、まあ、特に古いロックとか、星野源の場合はブラックミュージックからめちゃめちゃな影響を受けているんで、元ネタ分かりますよ。うん、今日も実はあの、ね、Amazon ミュージックでスピッツを聴いたい、なんか準備してたんだけど、ああこれは U2 だよね、ああこれはビートルズだねっていうさ、スピッツが U2 からってあるんだ。もちろんバッチリ。意外、そうなんだ。うん、そうそう、影響はみんなめちゃめちゃ受けてるんで、うん、聞いた方がいいよね。うんうん、海外のもの本当に少ないから今みんな、うん、もっと海外のものは、うん、ご自分が中学生の時とか、うん、早川さんとか石田さんとかって、うん、どんなその音楽とかに触れてました？小説とかで。予約の頃ってもう日が海外のポップスと日本のポップスって半々ぐらいの頃。あー、そうなはずですけど、僕は全然センス良くなかったで、もうなんか J-POP だけでしたね。何系ですか？どんなやつ？高校、大学の頃聞いた。普通にそれこそ、まあ高1とか中3ぐらいで、うん、なんかまさにグレーとかミスチルとかビーズとか、あー、はいはいはい、はい、もうちょい古くないとワンズとかティーボーンとか、はい、J-ROCKですな。そう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 、うん、なんかセンスがいい人はなんか、でもその時も高校ぐらいでもセンスがいいかわかんないけど、結構うん、グリーンデイズとか、あと、まあなんかニルバーナとか、なんかいろいろそういうのとか、僕は全然ついていけませんでしたね、憧れてたけど。ヒロさんどうだったの？私は、うん、日本の音楽だったらもうグレー、うん、グレー一色なんだ。一色だったんですけど。でもグレー聞いたらビーズも聞けるでしょ？そのグレー、まあ、聞かないんだ。あ、ビーズはね、聞かないんですけど、グレーの影響で海外の音楽はよく聞いてましたね。うん、今話に出たニルバーナとかもそうですし、うん、ビートルズも聞いてたし、あとなんかオフスプリングとか、ちょっとなんかイベント聞いてみたりとか、結構幅広く、ちょっとずつ聞いてましたけどね、なんか。いや、僕たちの頃はさ、歌謡曲が圧倒的に強かったのね。うん、70年代の前半だから。で、それは大人たちが聞くダサい音楽だって言って、でも日本のロックも出始めてちょぼちょぼしかなかったの。うん、ということで、おしゃれな中学生はみんな洋楽のポップスを聴いてたんですよ。なので、90ポップス、10日本ぐらいの感じだった。あ、そんな極端なんだ。だから、あ、今度デビューしたバンドでクイーンっていうのもいいよね、みたいな話で盛り上がっていて、その頃だと70年代の半ばぐらいだから、例えば井上陽水がみたいなことを言う人はほんのちょっとしかいなかった。今度デビューしてハッピーエンドっていうバンドに、そう、山下達郎とかね、その松本清みたいなのがいるみたいなことも、コツコツ言われてたんだけど、もう圧倒的にこっちのポップスがでかくて、うん、ということで、映画ももう完全に洋画がメインで、うん、日本映画はもうちょっとぐらいっていう、うん、そういう意味では、そのなんだろう、うん、ちょっとおしゃれな洋楽とかをって今おっしゃいましたけど、うん、そういうものの見つけ方っていうのは、今あったように、それこそもう完全にちょっと同じ匂いがする友達とかで共有したり、うん、そう、でもネットないわけじゃないですか。うん、その頃ね、クラス中のやつが全員ポップスで洋楽聴いてたわけよ。なんかで、ラジカセみんな持ってて、好きな曲は FM で録音して、このテープいいよって貸し借りしたりしながら、世界中のロックやポップスやソウルものとかジャズとかを聴いてた。
あでもいいですね、テープね、あのカセット、うん、録音できるのでいろいろやってましたね、確かに。そうなので僕たちの中学生時代は本当にセンスが良かったね、みんな。へー、だって中学2年とか3年でさ、いや今度のマーヴィン・ゲイの新作はいいよねみたいな感じだから、すごいな、ずっとグレーをこう繰り返し200回聞くみたいなのと違うんですよ。マーヴィン・ゲイ、うわ、スティービー・ワンダーすごいよ、かっこいい、またグラミー賞取ったやつっていう、これなんででしょう。いやだからそれがただ普通だったってだけなんですよ。 J ロック、ワンズが普通なように、その頃は海外のポップスが普通だったの、うん、わあダイアナ・ロス、マーヴィン・ゲイいいな、あるいはクイーン出たばっかり、エアロスミスデビューしたねみたいな感じだ。じゃあなんかなんでというよりもとにかくそうだったっていう、それがもう普通だったので、うん、特にそれがおしゃれだとも何とも思ってなかった。なので映画も洋画を全部見たし、へー、日本の映画ももちろん見るんだけど、もう圧倒的に洋画だったな、洋画ポップスだった海外の。それこそ前おっしゃってましたよね、うん、映画も今でこそネットフリックスとかでもこんだけ見放題で単価にしたらいくらだよって話ですけど、うん、昔はなんかほらどっか映画館見に行って何本まとめていくらとか、なんかどんな感じだったんですか。安いのよそれが。安い、地元の名画座は3本立てで、これいくらだと思う、1本50円ですよ、50円、100円、150円で見れたの。今の映画館ぐらいの、今はさすがに1000円超えてるけど、もうその映画館潰れちゃった。いやだから普段はずっと洋物のポルノをやってる館なんですよ。で月に1週間だけあの名画座やってくれるの。あ、へえ。そう、燃えよドラゴン、巣に向かって撃て、はい、でわけのわかんないあのアクションものとかくっつくわけ。それはその50円ってちょっと感覚わかんないですけど、別に富裕層じゃなくて普通の小学生とかでもいける。150円さすがにいけるよね、中高生でも。いいだって菓子パン買ったって1個50円ぐらいするわけだから、うんうん、ラーメンが400円とかじゃった時代じゃん。ラーメンの半分って考えたら今だったら300円ぐらいですよ。ですごいラインナップの時もあるしね、うん、大名作が並ぶっていう。いやなんかそういうの聞くといいなって思う、ね、ノスタルジーだね、なんか本当に本当に、うん、でもね映画3本日曜日見るとさすがに高校生でも知りたくてたまんないよ。もう大感激だけど。スタになる。うん、確かに、うん、中学の時とかさ、この映画みんなで見に行こうよって友達と見に行った映画って何？あの学校の行事で映画見に行くっていうのがあって。うん。うん、でどんな映画見るの？マトリックス。ああ。面白かったでしょ？それが私なんか見に行ってないんですよね、それ。なんだよ、そもそも。学校行ってなかった。そうか、そうか。それなんで、マトリックス見てないんですけど、なんかそういう、学校でそういうのがありました。え、友達同士でさ、お金持って行きました、行きました。映画館とか行かなかった？ない、友達同士。あ、友達同士で行ったのは、ロミオ、うん、&ジュリエット。あ、やっぱちょっと、それ、あっちの方だよね。新しい方だよね。僕らからするとやっぱ若いから。デカプリオの方でしょ。そうですそうです。友達がデカプリオの大ファンで、ちょっとついてった。あでもデカプリオで僕の時はまさに高校でみんなあのタイタニック、うん、見に行ったんだ。あで、はい、あのいやみんなグループデートで行ってたんですけど、僕はあのグループデート女の子と話せなかったので一人で悔しくて行きませんでした。でもあれは傑作だったもんね。うん、で後から振り返ったらあやっぱり面白いわ、うん。デカプリオのあの輝きキラキラした。うん、僕はね実は。中学校1年か2年の時に、燃えよドラゴンが来たのよ。はいはい。で、燃えよドラゴンをお金を集めて友達として行ったのを覚えてるね。あと、その頃の名画座で、マカロニウエスタン、夕日のガンマンみたいなやつをみんなで見に行ってた。へー。なんかその、え、燃えよドラゴンって ブルース・リーですよね。そう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 。ブルース・リーってやっぱりね、こうなんか何かでパロディで出てきたりとか、うん、なんか写真では見たことですね。現役のその現役というかどんな感じだったんですか、イラさんから。いやもうね、めっちゃかっこよかったよ。やっぱかっこいいんだ。ジャッキー・チェーンとは違うんですね。いやあのジャッキー・チェーンはコメディ要素ではあるじゃん。ブルース・リーはずっとシリアスだから、うん、しかも圧倒的にスピードがあるんで、うわすごい、これはこんな映画見たことないっていう、ね。へえ。いやでもその頃から。あのおじいちゃんからさ、あの東宝の株主優待券っていう映画のチケットをもらって、一人であのジャケットとか着て、あの銀座とか有楽町に映画を見に行くような子供だった。そのおじいちゃん、あの合法来楽なおじいさんですか？そう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 。そう、80を過ぎてもラスベガスに行って行ったっていう。かっこいい。
でも中学生の時の娯楽って、うん、なんか私の時がちょうどなんかあのドリンクバーとかスープバーとか、うん、ああいうファミレスと、そっちか、うん、そこで何時間でも粘るみたいな、うん、そう、あとカラオケが出始めたぐらいの時、うん、あのアップ昔からあったんですけど、うん、中学生でも行けるぐらいの金額になり始めた時で、ね、うん、でなんかその窓口でコイン買って、うん、そのコインをカラオケの機械の中に入れてビンゴをするっていう、うん、歌の点数でビンゴをするっていうの、うん、とかにハマってた。で、それでやっぱりさ、グレイとか歌ってたわけ。あ、その時はそうですね、グレイとかスピードとか歌ってましたよ、ね、うん、スピードよかったよな。スピード最高、うん、スピード大好きでしたね、うん、なるほどね。そんな中学時代の娯楽です。いやだから、そうやって海外の文化がこれ素晴らしいものなんだ、なんか海外のがかっこいいんだよねみたいな刷り込みができたんで、逆に読む小説なんかも海外ものの SF とかミステリーが多かったんだよね。あ、あ、そういえば買いました。え、どれ？あ、スルタースナイフ買ったんだ。へー。でも、これちょっと今、こんぐらい読んだんですけど。何ページぐらい？ちょっと俺持ってこよう。今40ページぐらい読んだんですけど。うん、わけわかんない。え、難しいと思って。これが難しいの？これ難しい。あのね、SF とか小説を読み慣れてないからかな。いや、ほんとにもうちょっと衝撃出した。もう一冊、あと夜の桃も買ったんですよ。それはもう一瞬で読みました。あとこれを買いました。何それ？これ読めないのタイトル、タイトルがないやつなんですけど。ああ、あのカバーしてるってやつね。そうなんです。何だった、なんかこれが、ああ、それか、うん、これを読んでみました。うん、そう、知ってますこれ。うん、タイトルだけは知ってる。割とシリアスなんですよ。そうなんですよ。あ、そうなんだ。そうそう、この、似合わ、このタイトル似合わず結構シリアスな感じでした。うん、そう、僕はやっぱりまだ届きたてなんで読んでないですけど、うん、やっぱり買っちゃいましたね。何ですか？エンダーのゲームか。はい。エンダーか。それはもうすごいわかりやすいから。わかりやすいですか。そっちを先に読めばよかったな。いやでもスローターハイスパイブがわかりにくいってのはちょっとやばいな。いや、違う、この最初の、いや、私 SF って聞いてて、うん、SFで入ったのに、うん、そのなんか最初がなんかエッセイみたいな感じのスタートで、うん、あれこれなんかずっとエッセイなのかなって思ったら、いきなりあれってなんかこの2つ、ね、うんうんうん、ここからが結構本番な感じですか？うん、あの本番っていうか、いきなりそ見せられても自分のエッセイみたいなものと、うん、ファンタジーみたいな昔の話と、うん、それとそのトラファルマドール製っていう SF 設定とかぐちゃぐちゃに混ざって、最後に大空襲が来るっていうような、言ってみればかなり小説を読み慣れた人向けの話なんだよね。だからそれぞれで、あ、この人今何を話そうとしてるのかなっていうのがパッてつかめないと辛いかも。なるほど。でそれで読んでても分かんなくて、あれ、うん、あれって何回も読み直して、うん、あー、でも大傑作なんだけどね。でもこれから楽しくなりそうです。なるといいね。でも平さんが言うと、そういうちょっと難しそうでも楽しそうに聞こえるけど、これいつもね、うん、思うことだし、前も聞いたかもしれないですけど、うん、そうやってなんだろうな、面白いもの、ひょっとしたらそうでないものも面白く伝えるっていうのは何なんですかね。もうなんかセンスって思っちゃうと諦めざるを得ないんですけど、うんうんうん、鍛えられる。でもさ、なんかあるものを面白く伝えるって今さ、一番なんか大事な技術だと思う。そう、まさにそう今の時代を生きる、うん、特にこれから、うん、そうそうそう、うん、でエイトでも大事だしね、うん、でもやばいパターンがあるんだよね。話は本当面白かったんだけど、現物を見たらつまんなかったねって言いますから。あ、なるほど。もう1を1000ぐらいに膨らませられる人いますからね。うん、いますよね、うん、本当に本当に。いやでも少なくともこの前映画 SF のベスト10であげたのはどれも傑作ばっかりだよ。うん、うん、ちょっと私の知能の問題ですねこれは。いや、これからめちゃめちゃハマるかもしれないから読み込んでいきます。村上春樹が大丈夫だったらそれも読めないと思うんだけどな。村上春樹はノルウェーの森しか読んだことないんですけど。ノルウェーの森大丈夫なんだったらむしろ大丈夫なんじゃない？ノルウェーの森はちょっと一番別な系統なのよ。あ、そうなんですか。どちらかといえば本当にダンスダンスダンスとか、うん、羊をめぐる冒険の世界に近い、ファンタジー設定が入ってくる最初の方ですね。そうそうそう、うん、初期のね、うん、でも読んだのが本当中学生とか高校生の時だったんで、うんうん、
なんだろうなと思ってあちょっと難しいよな今読むと違うだろうねそう、うん、大人になると違うから今のうちに読んどいた方がいいよってなんか多分言われたのか見たのか分かんないですけどそれで読んだんですけどだからでも今読んだら染みるよ、うん、かもしれないですねちょっと読んでみよう、うんうん、そうねだから不思議なんだけど、うん、それで要するに70年代の日本ってまだ貧乏だったのね、うん、なのでアメリカにとかそのね、ヨーロッパに対する憧れがすごく強くてそれで日本がだんだん豊かになって80年代になってきた時にこれが逆転するんだよねこうあだから70年代はアンアンもノンノもモデル全部外人、うんうん、そうです、ね、あそうなんだ表紙とか外国人の人全部外人だったんだけど80年代になってそれがこう入れ替わるの来るって、うん、日本の方がいいってお醤油側が流行ったとか言って日本人になってみんなが自信を持ち始めて今みたいになるわけでみんながなんだっけ、グレートミスチルを聴くようになるわけよ、うん、はいはいあ、そうかうん、逆転が起こるのうん、で、今またテレビ見ると、うん、ハーフタレントすごい多いでしょうん、ねうん、またあれになっちゃったんだよそのうちなんかそういう周期があるんですかね、30年後周期があるっていうよりは国力の問題だと思う国力豊かな時、豊かで自信満々の時には日本最高だぜって言うんだけどうんねだんだんとちょっとね、豊かさが削られてくると、うん、うわ日本ダメかもって言ってまあ海外だったら何でもいいっていうさ、うん、ブルーノ・マーズ最高みたいに今はなるわけ、ね、うんで別にアメリカのラッパーとかさ、うん、そんなね大して面白くないじゃんもう今の音楽って、うん、でもちょ国力ってその、うんまあ、なんとなくイメージですよ国力ってなんかこう、はい、大人が作ってるような感覚がするんですけど、うんうん、そのタレントさんで例えば外国人 あの、うん、ハーフの人が多いとか例えばその若い子が、うん、その外国人風メイクにハマるとか、うん、整形とかもちょっとそっち寄りの顔にしたいとかってなるのって、うん、それって若者じゃないですか若者の文化じゃないですか、うん、なんかそのなんていうんですか国力がその若者の文化に関係してるっていうなんかすごい不思議な感じがでもさ若い女の子もみんな、うん、あのその時力を持ってるやつをかっこいいと思うんだよねあだからそれが昔だったらね、例えばベアリーヒルズ青春白書みたいなドラマ見てアメリカかっこいいってみんな言うだろうし今だったら韓流のドラマ見てうわ韓国今すごいねってことになるんじゃない意外とシンプルなんだそうすごいシンプル、うん、その時にお金があって勢いがある人のところにみんな目が吸い寄せられるのあでもそうかそうちょっと例え合ってるかわかんないですけど小学校の時も、うん、なんかそれこそセンスがいいとかよりも、うん、なんか足が一番速い男の子が持ってたみたいな、うん、これ合ってますよ、うん、この解釈で、うん、この法則で合ってますかそうお金があってグイグイ生きてる国がかっこよく見えるんだよね、うんまあ、中国の場合はねちょっと独特な政治体制の問題があるから、うん、そこまで憧れはないけど、うん、でもやっぱり今アメリカの文化みんな好きでしょ、うんうん、アメリカのショービジネス、ね、音楽、うんうん、確かに確かに、うん、なんか不思議だよねうん、うん、なんかさコロナの話からとんでもなく離れてきたねあれ本当ですねこのとんでもなく離れることがある意味今大切なことかもしれないでもねさっき若い男の子ではないお父さんから勧められたっていうね海外の、はい、なので、うん、意識してなるべく海外のものを受け取った方がいいと思います、うんうん、できれば半々かな、うんうんうん、日本の小説一冊読むなら海外のも一冊読むこのラノベが好きって言ってますけど、うん、ラノベや携帯小説って、うん、ライトノベルってどういうものをライトノベルっていうんですか、うん、あの表紙が漫画のやつですかそういかにもみたいな、うん、あのねそれで中身としては言ってみればあの漫画をそのまま小説に起こしたような感じ、うん、あキャラクターが濃くてはっきりしていてストーリーがで、まあ、冒険ものもあれば日常系で何も起こらないのもあるんだけどでもものすごく読みやすいんだよねうん読みやすそうこの境目ってどこにあるんですかこれはラノベだって言ったらラノベになるんですかあのねそれの境目は出る出版社とその文庫によってですうーんだからそれだけの違いなの小学館のガガガねノベルとかそういうとこから出ればもうラノベだしそれを例えば新潮社が単行本で出せばもしかしたら大人の文学になるかもしれない。ものによってはその中間的なのもあるから、うん、イラーさん自身が自分で、うんまあ、これひょっとしたらラノベかもなみたいなもう自分の作品ってあるんですか、うん、あるよ、でもそのつもりで書いたのがあるからねちょっと待ってね、うん、いやだからさほらいかにもラノベっぽいじゃんあやっぱり坂島ですねああ、うん、本当だこれなんかはもうラノベのつもりで書いてるからめちゃめちゃいかがわしいですね、うん
あ、じゃあその今の高校生の男の子におすすめかもしれないですね。あ、そうだね、いいかもしれない。15歳だから、うん、主人公、ね、へえ、うん、面白いよ。そっかそっか、うん、ね、不思議。でもなんかいい意味でこう井田さんの場合もちろんその深さとか全然違うのかもしれないけど、うん、今のこの坂島もそうだし、うん、じゃあ逆にすいません、僕一番好きな作品なんだけどいつも名前出なくてごめんなさい、あのイラさん、ブルドラじゃなくて一番あの重い北斗、北斗、北斗、あ、はいはいはい、北斗、うん、ラノベとはもちろん対極だけど、うん、でもやっぱりその読みやすいっていう意味では全部一緒なんですよね。まあでもなんか、うん、青春小説みたいなのって読みやすいもんね、うん、それもあるよね、あの若い子の話ってさ、うんうん、いや、本当いやでもいいんじゃないかな、この時は本当にね、ちょっと北斗がいつも一人であの押してるんですけど、度肝抜かれましたね、うん、今までのイラさんのもちろん全部幅広いんだけど、うん、あ、これも書けるんだっていう、うん、あ、うん、まあ重い話だったからね、うんうん、いや、 やっぱすごいなと思うんですけどね、うん、だからまあ小説もさ、今こうやってみんな暇でいい時期だから、うん、なんかどんどんね、もう本当あのブックオフに100円のところで買っていいから、うんうん、読んでほしいよね、本当ですよね、うん、ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。